佐藤澄香です。体の中からきれいに痩せる方法をお伝えしていきます。今回はですね、普段私が体の中からきれいに痩せていくために取り組んでいることをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、毎月、満月と新月の夜ご飯をお休みすることです。でプラスですね、二つ目は、その満月と新月の夜お風呂に入るときに、塩浴、お塩を入れて入るお風呂なんですけれども、塩浴をしてデトックスしているんです。では早速、なぜその満月と新月の夜ご飯をお休みしてプラス塩浴に入ることが体の中からきれいに痩せることができるのかという方法、お話をしていきますね。まずですね、夕食をお休みするというのは、プチファスティングと言います。要はプチ断食、お食事しない日を作るということなんですけれども、満月と新月の日というのはですね、引力の力でですね、デトックス効果が高まると言われてるんです。なのでその日を選んでしていくわけなんですけれども、私はですね、この一回夕食をお休みしてあげることによって、その最後の消化からぐるっと、夕食を抜くわけですから、その、お昼食べてからですね、ぐっと抜いて翌朝迎えるまでに、もう簡単に空腹の時間がですね、12時間以上空けることができるわけなんです。でその12時間以上空いた頃から、この、サーチュイン遺伝子、別名長寿遺伝子とも呼ばれている、その若返る遺伝子がですね、活性化してくれるんですよ。でその遺伝子がですね、傷ついたその細胞をどんどん治してくれる、修復してくれますから、あなたの体がそのもう細胞レベルからどんどん綺麗にになっていくことができるわけなんです。ですからポイントは、最後の消化から12時間以上を何にも食べない時間を意図的に作ってあげること、プラスデトックス効果が強い満月と新月の夜を使っていくということなんです。無駄がないです。そしてですね、次は成長ホルモンですね。よく成長ホルモンは夜の10時から深夜2時まで、この時間がゴールデンタイムと呼ばれる、成長ホルモンが分泌される時間帯ですよね。ただここで注意なのは、その深夜2時以降はホルモン出ません。ということは、例えばあなたがいろんな理由で夜遅く寝ていたとしたら、例えば12時ですとかでしたら、もうその出る量の半分ですよね。でもそれを超えてらっしゃる方、1時や2時になってしまう方っていうのは、もうほとんど成長ホルモンが出ないまま翌朝を迎えるわけです。でその成長ホルモンはですね、実は年齢とともに減少してしまうんですね。こちらです。成長ホルモンはですね、思春期をピークに、年齢ですね、20代で2分の1で、30代で3分の1、40代で、私ですけども、40代でもう、4分の1しかないんですよね。4分の1、そしてもう50代で、5分の1までもうどんどんそのもう出てないわけです。ですから年齢とともに減っていくこの成長ホルモン、プラス睡眠不足、要は遅く寝てしまう方というのは、もうほとんど出てないということなんですね。怖いですよね。なのでそのしっかりと夜10時から
深夜2時まで、その満月と新月の夜はもう食事も取りませんしね、もうさっとお風呂に入ってもうさっと寝ることです。寝ることでその成長ホルモンが出ますから、その成長ホルモンがなんと脂肪をね燃やしてくれるんですよ。ですから睡眠不足や睡眠の質が悪い方というのはもうどうしても太りやすくなってしまうんですよという原因はここにあるわけです。でまた成長ホルモンは骨を強くしてくれたり、まあ、お肌がツルツルね再生してくれる、髪もツヤツヤ、筋肉も強化したり、あと集中力もアップしますから、やはり集中力必要なお仕事されていらっしゃる方なんかも必ず夜10時から2時の睡眠確保、量より質かもしれませんよね。すごく大事な、ゴールデンタイムです。さあ、そしてプラスですね、こう夕食を抜いてあげるとどんないいことがあるかと言いますと、私たちが体内に持っている酵素ですね。でこの酵素の量というのは決まってるんです。ですからその酵素の働きは主に2つありまして、1つは消化酵素で、2つは修復酵素、代謝酵素ですよね。なのでその夜食べ過ぎてしまうという状況が続くと、その体内の酵素が全部ほとんど消化に使われてしまって、残りの代謝酵素、体の傷ついた部分をこう修復する方にもう酵素がこう残っていないわけです。ですから私の整体サロンにお越しの方もその、まあ、いろんなことがあってですね、こうなかなか睡眠が、取れない方、もしくはそのどうしても夜遅くストレスでこう食べてしまう方というのは、その酵素がね修復する方に代謝酵素に回せないわけですから、結局その例えば腰痛ですとか、まあ、いろんなところが痛い時にですね、傷ついたその筋肉組織をこう修復することがないままやっぱり翌朝を迎えてしまいますから、痛みを抱えてらっしゃる方の多くはですね、その夜遅くまでダラダラ食べてらっしゃる方、もしくは体に悪いものをこう召し上がってらっしゃる方というのは、そういった痛みが消えるのもすごく時間がかかります。もうそれは私がもう現場でお体に携わる仕事ですから、もうすごく痛感しています。さあ、ここまでが、成長ホルモンと酵素のお話でしたね。なので、プチファスティング、夕食を一回お休みしてあげることで、その酵素の無駄遣いをせずに済んで、結果傷ついた、組織細胞が修復されるんですよというお話でした。さあ、ここまで、来ましたが、こちらのお話にですね、その私プラスアルファするんです。プチファスティングされてる方多いと思うんですけれども、このプラスアルファ、秘策があります。こちらはですね、私の家族も大好きで、特にこう私一人娘がおりますけれども、娘もですね、わあやったー、今日その日なんだね、楽しみって、朝からすごくねこの夜の時間を楽しみにしてるんですけれども、今回私も含めて私の家族はですね、この今日が、2020年5月7日木曜日、満月ですから、今日の晩ご飯はみんなでお休みいたします。そしてお休みした後、夜のお楽しみプラスアルファは何かと言いますと、塩浴です。塩浴、体験された方いらっしゃいますか？塩浴というのはですね、もうズバリ、まあ、普段のお風呂に浴槽に良質の、マグネシウムがきちんと残ったような良いお塩ですね、生成されるその前のそのままの良いお塩を、500g から1キロドバッとこう全部ね入れてお風呂に入るんですよ。これはですね、ものすごくデトックスができます。なぜかと言いますと、こう先ほどお伝えしましたその引力のね力を借りますから、皮膚からものすごい排毒ができる、デトックスがこう行うことができるんですね。
に加えてものすごくね汗をかきますし、こう皮膚から老廃物がどんどん出ますから、もう上がった後肌がですねもうツルンツルンになるんですよ。もう肌のザラつきなんかもさよならです。うわーってもうすぐお分かりになると思います。でこのことが実は先ほどお伝えした私の娘がですね大好きな塩浴なんです。ママすごいって、もう肌ツルツルって娘がもうキャーキャー言いながらですねこの塩浴に入ってくれるんですけれど、もうほんと綺麗なんですよ。もうツルンとこうむき卵みたいな綺麗な真っ白肌になってですね、わあ綺麗ねって、もう2人でキャーキャー言いながらね毎回盛り上がっております。さあでお塩なんですけれども、今晩私が使うお塩はこちらです。博多のお塩ですね、こちらで1キロ入ってます。で本当にデトックスされたい方はこちら全部使われていいと思うんですね。でちょっと肌がお弱い方とかご心配な方は、もしくは浴槽にこう半分ぐらいしかお湯をためない半身浴したい方っていうのはこの半分 500g を全部ドバッと入れてしっかり溶かして入ってください。で目安はですね、この塩浴の前後は必ず水分補給をされてくださいね。もうたっぷりのお水です。お水がベストです。たっぷり前後に水分補給をしていただいて、お時間はですね肩まで使うとその心臓にも負担がいきますから、できれば水落ちからした、半分半身浴のような形で、最低15分からできる方は2、30分されるといいと思います。もう相当汗が出てくると思いますから、もう相当汗がかいた後がもう終わる目安だと思ってください。でこちらですね、精製されたお塩ではなくて、このようにこうマグネシウムやカルシウムやカリウムとかこうちゃんと成分がこう残っているものですよね。ミネラルが残っているしっかりとしたいいお塩を使ってください。今晩私はこちら全部一袋使う予定です。はい、ではこのプチファスティングの方法ですね、私が、毎月2回ですよね、満月と新月にはもう必ずするというこの、プチファスティングの方法いかがでしたか。でこれはですね何が大事かと言いますと、このプチファスティングをした翌朝がもっと大事なんです。せっかく、いろんなホルモンや遺伝子が活性化されてあなたのお体がなんかこう中からもうデトックスですね、大掃除ですした後に、一番に体の中に入れる食べ物が一番大事なんですね。ここで例えば朝からギトギトの油物とかですね、ものすごくこう消化に負担がかかるようなこうヘビーな食べ物を召し上がってしまったり、例えばこう食品添加物農薬がこういっぱい入ったようなですね、コンビニのお食事ですとかはわざわざ食べないでくださいねということなんです。せっかく大掃除した綺麗な体の中ですから、さらにここでもうとどめです。もう腸内洗浄ですよね。体の腸をもうしっかりと綺麗にする食べ物がおすすめです。でもちろんその負担をかけないという意味でも、おかゆ、おもゆなんかは、お味噌汁とかですね、ぜひおすすめなんですけれども、もう本当にさらに腸内をきれいにしたいという方はこのメニューがおすすめです。で私も明日の朝作って家族みんなで、食べていこうと思っているんですけれども、それは何かというとですね、おかゆ味噌汁もいいんですよ、漬物とかもうすごくいいんです。できない方はそれで OK。 ただもうぜひね、プチファスティングしたんだからせっかくだからやってみたいなっていう方がいらっしゃったら、私と一緒にチャレンジしてください。こちらですね、大根がゆです。お大根ですね。で今から、レシピと作り方をお伝えしていきますね。で結局この大根がゆのメニューが持っているその成分が、その腸内細菌のですね大好物、餌となってくれるわけですね。でその腸内細菌はもうたくさん餌として食べてくれるわけですから、腸内がこう大掃除できるわけです。
そして、まずですね、大根がゆですから失礼します。見えますか？大丈夫かな。あのまず、だし昆布、昆布だしを使っていきます。でその昆布だしに含まれるグルタミン酸というその旨味成分であったり、あと大根にある食物繊維と、あと梅干しに含まれるクエン酸、あとたっぷりの水分、この全部がその先ほどお伝えした腸内細菌が大好きなこうご飯になるわけですよね。でじゃあ実際その大根がゆを作っていこうということで、まずこちらがレシピです。大根がゆ、大根がまず1/3本、ちょっと私あの自宅から、持参してまいりました。こちら大根1/3本と、だし昆布、これ北海道から日高昆布ですけど、だし昆布とあと梅干しです。こちらはですね、あの大分県産の私めっちゃ大好きな、梅干しなんですけれども、すいません、あの値段まで果てますが見えないかな。こちら本当完全無添加 の、 あの農家さんが作っていらっしゃるあの梅干しです。これすごく柔らかいタイプです。コリコリ梅じゃないですよ、柔らかい梅です。そして、お水2リットルです。お水2リットルで、こちらの、まあ、コトコト煮ていくんですけれども、あのできればアルミ鍋などではなくてですね、あの土鍋で、まあ、炊いてあげると一番いいですよね。土鍋がおすすめです。でこちらをですね、あの、まあ、お大根はあの食べやすいように千切りにしていただくということと、まあ、昆布だしはお好みで、入れます。で梅干しは後入れしますので、まあ、3つぐらいはこうマックス上限に種を取り除いてこうペースト状に潰してください。でお水はたっぷり2リットルですね。でこちらのお水がねかなり余りますから、この余ったのはもちろん捨てずにですね、捨てずにあの大根湯としてもうそのまま召し上がってくださっても良いですし、すごくあの良質のお塩であったりとか、梅干し溶いて飲んでもあの美味しい、召し上がっていただいても美味しいですので、あのぜひぜひ残った大根湯もそのままたっぷり召し上がってください。でこの材料を、まあ、大体土鍋できればですね、土鍋で40分ぐらい、まあ、要は大根が柔らかくなるぐらい煮ていただければ、あとは召し上がっていただくと、数分後にあなたのお腹も超好きという、ことになります。この、プチファスティングをした、まあ、ご報告、結果報告ですとか、大根がゆの、まあ、出来上がった、もの、また、明日以降随時アップしていきたいと思いますので、お楽しみにされていてくださいね。こちら の、 あのファスティングですね、ファスティングなんだろうってご興味がある方は、この詳細欄に私の、LINE のリンクを貼っておりますので、あのいつでも、LINE からご相談ください。一つ一つ私から丁寧にお返事させていただきます。また、この動画をですね、こう繰り返しご覧いただいて、こう繰り返しこのお話をこう思い出していただきたいと思います。そのことであなたがお体の中からきれいにどんどん、痩せていっていただきたいなと思います。でまたこの、動画が役に立ったと、思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。